はい、皆さんこんにちは。劇団おじです。さあ、今回はシャオミの端末の覚書です。おじいがね、ずっと言ってたんだよね。シャオミの端末は開発者モードがないから、パソコンにつけた時にそのデータがね、ピラリンってやりとりが大変、いちいちね、充電モードになっちゃうから、なんでないんだろうっていうのね、愚痴ってたのと、あと容量、データの容量が制限できない、ね、楽天モバイル3ギガ2ヶ月連続で超えちゃったんで、あーつってね、それ言ってたら視聴者様がね、コメントで教えていただきました。シャオミの設定を AI に聞きましたよ、スクショのリンクを送りますってことでね、ありがとうございます。でね、流れから言うと、まずは設定のアプリを開く。デバイスの情報または端末情報をタップします。で、MIUI バージョンの項目を7回連続でタップします。で、これでデベロッパーになりました。で、メニューに戻って追加設定をタップします。そうするとお開発者向けオプションが表示されるようになりますっていう流れです。で、設定の中のこのね、デバイス情報、ここに行くと、まあ確かにあったね。で、こうしてなってるので、詳細情報としよう。バージョンの項目だ。このバージョンの項目、これね、ここ、ここ、おいしいバージョンって、ここね、ここをこうやって連打するね。で、そうすると、設定のところに戻ると、この開発者向けオプションが出現しておりました。やった、ね、そして、開発者向けオプションの中の、ここ、USB を接続したときに、充電優先になっているので、使いにくくてしょうがなかった。それを、ね、このファイル転送にすると、ピラリンって認識したときに、ファイル転送。だからデータをそのままね、買ってやることができるんだよ。ただその弊害として、ファイル転送モードになって充電ができないので、ああ、バッテリーなくなっちゃったっていうね、差しっぱなしとくとフル充電になってるだろうっていうのが、それがならないので、要注意。で、おじいはもう全ての端末でファイル転送モードにしてるので、で、充電は、ちょっと使ったなと思ったら、ソーラーで充電してるんで、まあ、おじいはこのスタイルです。出ないとね、もうめんどくさいんだよ。毎回ピラリンで充電モードになって、消えちゃう前になんかペイってやって、充電からこっちにしてね、ピラリンって認識するのが、ああいうほどストレスになるものないんで、いや、これでやっとね、解放されました。ありがとうございます。で、もう一個、これね、今度は容量設定。セキュリティアプリを開いて画面をスクロールしてデータ使用量をタップする。で、右上の設定アイコンをタップしてデータプランをタップしてデータ容量を変更する。ピークデータ制限で使用量を設定する。で、データプランを使い切った場合で警告表示とかモバイルデータをオフにする設定ができますよということで、これも見てみました。で、データ使用量ってなったらね、まずソフトバンクになったからこっち側ね。こっち側にしてみました、ね。で、制限設定っていうのがあったので、これね、これ、毎月の設定、これね、があったので、ここのデータ上限を設定し、無理、これね、ここのところを 2.5 にしました、ね。誤差があるからね。で、それに行った場合はどうするの？警告を表示してモバイルデータをオフにする。そうすると、通信ができなくなる。強制的にね。これが一番助かります。で、今現在元気なのじゃあね、もう突破しちゃってるんで、上限を 1.71 突破してるので、2.5 に設定したので、1.21 オーバーしてるよっていうことです。だ、4.21 ギガだよということです。10月ね。20ギガまで使えるよってことで。はい、そういうことで、2つの問題が解決しました。ありがとうございます。本当ね、助かったよ。
これでも楽天モバイルね、下着が超えて取られることもないでしょう。でも、まあ、どうしてもデータ検証でね、あちこち行って検証したくなったら、まあ、そこはしょうがないよねということで、まあ、解除して使うことになると思います。うん、でもう USB を挿してデータ転送モードになるのはもうこれも本当ありがたいので、これずっと悩んでたんだよ。レドミノート19の頃からずっと悩んでたんで、なんでないんだろうっていや本当これね助かりました、ありがとうございます。こんなわけでね、みんなググろググろ、最近面白いんだよ、AI が至るところでいろいろね普及してるので、 YouTube のとこもそうだよ、コメント欄のところになんか全部が全部じゃないんだけど、なんか2通りぐらい返すコメントが AI が作ってる、選択するだけになってるそれって意味あるのかなと思ったけど、まあだいぶ違うよね本当。その意味が合ってんのかな、どうなのかなって確認するのに時間が早いから、自分で打った方が早いじゃねえかって思うんだけどね。まあ面白い機能がどんどん増えてます。あとはまあ AI によっていろんなものが作られてるからね、本当。声優さんが自分の声盗まれたとかね、なんか集団でなんか文句言ってたりもするけども、いやもう何が何かもう分かんない時代になってくるよ。どれが本物でどれが偽物なのかね、消してやるっつってね、消したこともできれば、ね、さらにこう浮かばせることもできるしね、どっかの教師さんおいーってこうね一瞬くっくっくって毎日ね、修行でこうやって油でこうジャンプして一瞬でおいーってかってね、一瞬を写真で撮ることしたくてもね、普通に座ってる、あぐらに座ってるのをブイーンってやればね、もうそういう写真が撮れる時代がやってきましたね。修行しなくても Google の魂を持っていればそれが簡単にできるんですね。はい、そういうことでね、どうやったらこんな5メーターも飛べるんですか。もちろん修行です。飛べるんですか。うん、こう天気とね、この磁力磁場の関係とこの日光とこの重なった時にうーって集中したら行くね、全てが重ならないとそれがいかない。この写真はその全てが重なった時に行ったもんです、ね、また全てが整えば、ね、同じことができます。今日はどうですか。やってみないとわからない。今日は合わない、ね、今日は何が合わないですか、うん、この太陽の位置がやっぱこの磁場に対してこう一直線になってないと、そこのところでぐーっと来るものがそこを掴んでうっっていくと、ね、5メーターでも10メーターでも上がれるんです。そうなんですかっていうのはね、完全に適当なこと言ってればいいんで、ね、いい時代だったね本当ね。はい、それだけでシャーミンの魂と覚書でした。ありがとうございました。他の方、そうだったんだと思った方はね、試してみてください。まあ、でもなかなかあれでしょ、転送モードにするってことしないよね、みんなね。はい、終わります。じゃあね、バイバイ。